イワシの型紙で作るイワシ雲です。イワシの型紙をプリントアウトして、広告と重ねてホッチキスで留めます。それを型紙の通りに重ねたまま切っていきます。広告はつるっとした感じのものがいいです。新聞紙ではインクをスプレーしたときに染み込んでしまいます。これはマスカーテープといって、塗装の時に使う養生テープと養生シートが一緒になったものです。これを床に貼り付けてシートを伸ばします。台紙より一回り大きく敷いておきます。ここに先ほど作った型紙を並べていきます。ずれてしまうことがあるので、スティックのりで軽く留めておきましょう。スティックのりをスーッと塗ったら、ここに型紙を置いていきます。この上から青インクを水で溶いたものをスプレーします。スプレーを近づけすぎないように気をつけましょう。少し離れたところからスプレーします。この状態でしばらく乾かします。だいたい乾いたら型紙を取っていきます。型紙を置いたところが白い雲になって抜けていきます。これは外した型紙です。養生シートをくるくるっと丸めるだけで簡単に片付けができます。イワシの大群が泳いでいるようなイワシ雲が出来上がりました。
コスモスなどと合わせて壁面を飾りましょう。